はいはい最後にこちらこれはさらにちょっと嬉しいところがです、ね、これって金ですか、はい、金を作り出すゴールドって意味の金です、ね、ゴールド <laughs> そんな微生物がいるんですかそうなんですよあの、はい、作り出すっても無からつくわけじゃないんですけどもこれたくさんいろんな種類がいてあのまあ本当最近発見されたのはなんかあのまあ金の不純物が混ざった人間では取り出せない金の入った鉱物 まあ鉱石から金を勝手に作り出して金塊を作ってくれるっていう微生物で <laughs>、はい、あともう一種類注目されているのは、はい、あの実は海,海水とかって非常に金の、まあ、元じゃないですけど人間取り出せないサイズの金がうよううようというかたくさん含まれているんですけどそれを取り出せないがあることは分かっていても金として利用できない状態だったのをこの細菌だけはこの海水だとか取り出せない不純物の含まれた鉱石から 純粋な菌を作り出すことができるってことで注目されていますね。うん、ええー。その菌作り出す菌ってどれくらいの大きさとかボリュームになるんですか。もう、それは最近の数次第って感じで、うん、ただ培養ができることも分かったので。えーうん、あの、まあ珍しい細菌を取ってきていたとコスパは悪いんですけど、どんどん増やしていけば。この先。うん、今菌どんどん少なくなっていて、携帯の中とかに含まれている菌とかも、はい。 回収すると、まあ、とし、都市鉱山って言われ、かなりの額になるって言われて。るなかなか夢が広がる。なかなか夢が広がる。先ほどね、この授業を作ったディレクターが、この微生物解体って。そうです。かえるんですか。まあ、でも、あの、まだ完全に作ることが分かっただけで、人間そのまま。それを金にできる、ってどこまでじゃない。そうですよね。まだまだ、当然量も小さすぎるので。まだ、ここが海洋とか、進んでいったりとか。 まああの今結構藻類とか最近最近てか微生物ですね微生物や藻類にあのオイルを作らせて、うん、あのよく聞くバイオエタノールでの作る研究も各所で進められてて私の大学とかでもうん、うん、かなりそのまあその微生物が作り出す糖を原料にまあ石油に代わる燃料を作ったりとかあとはもう直接オイルを産出する微生物なんかもあったりするので、はい、もう。 なかなか微生物本当に見えないんですけど目が離せない存在だと思いますね。すごいですよね。はい、見えないレベルでやっているっていうところがまた面白いなと思うんですが、はい、井上さん菌を体の中に取り込んでるんじゃなくて、はい、体の中で作るの<あ>っていうところです。そうですあの、はい、イメージとしては人間は取り出せないサイズのまああのー、うんまあごっなんか菌って単体でまあ純菌だったらいいんですけど。はいはい 他の不純物がいろいろ混ざっていると、まあ利用価値もなく、そのあるっちゃあるけど意味がないっていう状態の純粋な菌に体の中に取り込んで作ることができるっていう最近になります。ほーちょっと今後が目が離せないものになりそうですけれども。はい。はい ここまでですね。最新の生物学トピック五つ先生にご紹介いただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ鑑賞、感想タイムラインからお寄せいただければと思います。ちょっと一つ前に戻るんですけれども、はい、先ほどの裸デバネズミのところで。はい、死ににくいっていうことは、はい、生殖の頻度が少なかったりするんですかというところでご質問が来ていました。そうですね。うん、あの、いや、意外、あ、でも頻度というよりは、うんうん、もう、その胸の中で。 一頭しか子供を産まないっていう意味では女王そうですねあのまあ生殖の頻度は高くても個体が少ないのであなるほどそういう意味ではあのうんうんすごくいい質問だと思いますねそうですねはいこれがまた生存戦略になってるところなんです、ね、でまあその裸でばネズミでも本来そのあとかと違って本当はそのハタ裸でばネズミみたいなのも子供を産むポテンシャルはあるんですけどその女王が常に管理して 女王のあのおしっこかっ他の子にかけるんですよね。そうすると、はい、あのその働き裸でバテズミとして生きていくようになってきて、うんうん、たまに下国状が起きて入れ替わってもう下国状が起きるとその追い出されちゃないといけないなかなか厳しい世界で生きている動物ですね。なるほど。 ありがとうございますね生物学面白いですよね須藤さん、はい、本当にそれからもう一つご質問を来ておりました、はい、結構身近なところで犬とか猫とか飼ってらっしゃる方,、はい、ゃる方たくさんいるかと思うんですが亜美、はい、さん、えー、犬な猫犬など異なる種類が仲良く眠っていたり、はい、じゃりあったりするように見えてるのも、はい、やっぱりこう気持ち的に嬉しがっているんですかとあそうですねあのもちろんじゃれあっていうの,の基準がめちゃくちゃ喧嘩してる場合もあるんですけどただあの 違う動物同士でも愛情を持つことっていうのは確認されていて結構唯一無二の親友とかになり得るのでなんか、まあ、あの例えば他の動物が猫がリスの赤ちゃんを育てるとかいう話とかも本当、はい、にニュースとかでど見たりするんですけど本来なんかどあの肉食動物と草食動物とかで、まあ、捕食者と非捕食者って関係だったとしても。 赤ちゃんは全動物共通で可愛く見えるような<ー>構造になっているので、うん、あの顔出しとかが、うん、そういう意味でっ育ったりとかもちろん食べられちゃうこともあるんですけど、はい、あの本当に嬉しがるっていうことはありますね。うんうんはい、愛情を持つこともある、はい、ということなんですね。はいいありがとうございますではここまでですね、えー、トピックのお話終わったのでクイズを先生から、はい、出題していいいいたただきたいと思いますはいはい、今回ご用意いただいたクイズどんな問題でしょうか、はい 問題になりますはいはいえっと問題最近ある種の鳥があるものを使って狩りをすることが分かりましたそのあるものとは何でしょうはいぜひ受講生の皆さん一緒に考えてみてください、はい、こちらクイズ一ということで最近ある種の鳥があるものを使って狩りをすることが分かったそうです、はい、そのあるものって一体何でしょうかはい、はい、ヒントとしてはまあうん、うん、鳥がまず使わないだろうなっていうもので、うん、はいまあ。 人間は使いますね。人間が使うのはい、はい、鳥以外の動物は使いますか？あのもうごく一部の猿で確認されたことあるぐらいのもので、でもあの、はい、もう安定して確認されたことがないですね。そうなんですね。えー、これは、はい、なんていうんですか、長年の研究からわかったんですか？はい、それともふと何かのきっかけでわかったんですか？あのまあ言い伝えの の言い伝えぐらいの感覚でその現住民の言い伝えで使ってたことがある、うん、みたいな記録はあったしたんですけど、はい、発見されたのは本当に最近ですね。なるほど。本当だったんだっていうことが分かったものです。うんうん、はい。これね結構ニュースとかにもなっていたんですか、ね。あ、そうですね、なりましたね。はい、もしかしたら知ってる方<あ>いるかもしれない,、はいはい。そう。鳥は結構非常に頭がいい動物なので、はい、例えばカラスとかがクズ米とか自分で開けられないものを餌とかを、うん あの車が通りそうな道に落としてあえて車に踏ませることによって、うん、中身を食べたりとか、はい、そういうことをしたりとかすごい非常にあの、まあ、どんどん進化してほと、まあ、んどん車なんて多分なかったのを車のかなるほどこういうものなのかっていうのを理解してその鳥が、まあ、特にこの鳥はハヤブサだとか猛禽類の仲間なので、うん、食べるのは小さい動物ですね。小さ,い小さい動物が、うん このあるものによってどうなってるのを見てあなるほどこれを使えばいいのかっていう認識した、はい、非常に賢いはい、はい、受講生の皆さんタイムラインでですね「はい、答えが分かれておりますよ」はいいいろいろ来ています、えー、と,紐かなとか、はいはい、それからですね添、えー、野さん「小枝で虫を刺す?」とか「はい、あ小枝」ってご意見きてますねひろしさん。はい、はい <laughs> そして鈴木さん、なんはかなか近づけないタイプのはい。それから梅澤さんは罠的なものなのかなというああ発想としてはかなり近いものはあのそうですか法子的には近いかなといえそれから富田さんは何だろう空から石を落とすのかなというああでも空から落とすものには間違いないですそうなんですねはい そうですねマキノさんも石しか思いつかないなとコメントいただいていますが今のところ回答出てきていますかいや今出てないですねはいということで皆さん気になりますよね先生に回答いただきたいと思いますはい気になりますはい火を使って狩りをする鳥がいるです火ですか変えるんですか本来動物って火を怖がるんですけどまああの人間だけがその怖がらずに 火を獲得できたからこそ他の動物から身を守ることができたって言われてるぐらい、まあ、火は基本的にょ怖いもんなんですけど、うん、あ火そうです、ね、あ来ました山火事とかで小動物が逃げてるのを見て、はい、なるほどこの火で小動物が逃げるんだってことを理解したこの鳥たちが、はい、木の枝とかに火がついたものを原っぱとかに落としてそうするとあのー、まあ虫だとか。 小さいネズミとかの小動物がばッて出てくるのを狙ってそれで餌をまさにこれですね火で火で炙り出す鳥っていうのでこれがその山火事の原因になってちょっとオーストラリアで問題になったんですけどあのまあ1匹がやってるぐらいだったらいいんですけど鳥非常に賢いのでその仲間同士にこうやるといいっていうのをまあ伝承したりとか逆にあ,あいつその火使ってうまいこと餌食べてるっていうのを見てまずやつがいたりとかで。あのー なかなか学習してきちゃって、すごいですね。学習しているんですよ。この鳥ですよね。はい結構大きいあのハヤブサとかでしたっけ？はいハヤブサとかあの猛禽類って言われる、まあ食物链でいうと鳥の中では一番頂点の鳥になりますね。すごい小枝に火をつけて、あの元々多分家畜とかの場所から持ってきてっていう、はいそれを仲間に伝えているっていうのが、そうですね。すごいですよね。まあ。 結構鳥って鳴き声とかも仲間に最初生まれた時から鳴けるわけじゃなくて上手いサイズ方とかあと踊り方を学んでいく鳥とかもいますね。師匠のもとについて10年間踊り方を学んでようやくメスにプロポーズができる鳥とかもいるのでかなり仲間同士で学習していくって能力が高いですね。うんうん でもそういうのも求愛行為だったりとか、はい、やっぱり子孫を残すためにそ、はい、うですねよく餌を取ったりとか、ねうんうん、生きてていいくためっこの鳥そうですねあのまあの昔からちらっとその火を運ぶ鳥みたいな伝承はこの地域の原住民の流れになんか絵で描かれてたりとか。 記憶として残ってて、たださすがに嘘だろうって思ったのが<や>まさか本当だったとはっていう意味になります。はい、かなりね火を使えるのかというところで盛り上がっておりますけれども、びっくりですね。そうまさに鳥頭ってその頭が悪いことの <laughs> なんかまあ火用 <laughs>、うん、みたいに持ち上げてるんですけど鳥は本当に頭がいいですね。頭がいいものすごく賢いということです。はい、ありがとうございます。 いいつでもあなたのの学びのそばにいます豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながらあなたらしい生き方を作っていきましょう生放送への参加は無料録画授業も月額980円で見放題世の中から卒業をなくすすくう